ステーキハウスリベラは日本のプロレス、ボクシング、総合格闘技をテーマにしたステーキハウスレストラン。創業店舗は五反田にあり、下目黒に2号店がある。初来日した外国人レスラーが東京滞在時に同店を訪れることが一種の通過儀礼ともされている。一部のレスラーの中にはオーナーからリベラオリジナルの特製ジャンパーをプレゼントされることがある。 プロレスラーや格闘海外でも、タレントや著名人、ユーチューバー等も多く訪れている、ステーキハウスの老舗。テレビや雑誌でも多く紹介されている、有名店の一つでもある。黒砂店のリベラステーキハウスジャケットを着たレスラー、ケイトリンダイヤモンド来日経験豊富な、カナダ人、プロレスラー、クリス・ジェリコの著書によると、スタン・ハンセンが1970年代に、リベラを、 発見したとしている。しかし、ハンセン本人によると、当レストランを発見した。最初のアメリカ人レスラーは、ブルーザーブロディとしており、店側の発言としてもプロレス界に知られる存在となったのは、ブロディの来店がきっかけだとしている。ブロディは全日本プロレスへの参戦時、宿泊していたホテルでおすすめのステーキハウスを訪ねた、ところこの、リベラを紹介され、 その味を絶賛して常連になったという経緯がある。それ以降は、リベラのオリジナル T シャツを着用したり、レスラー仲間たちにリベラの来店を進めたりしていった結果、1970年代後半から1980年代初頭に、かけアメリカ人のプロレスラーたちが来日の際、頻繁にリベラの方へ通い始める様になった。そのブロディのおかげもあり、 客足が伸び悩んでいた店舗にレスラーたちが次々と足を運ぶようになる。山口オーナーは来店記念として撮影したレスラーたちの姿を写した何百もの写真で壁や天井を覆い始めており、プロレスファンにもその名物店として知れ渡っていく。店内にはレスラーたちから新呈されたタイトルベルトやサイン入り色紙、トロフィー等の記念品も飾られている。 山口オーナーは繁盛店へのきっかけを作ってくれたプロレスラーたちへの敬意と感謝の印として来店した選手にオリジナル特製ジャンパーや T シャツをプレゼントすることもある。ジャンパーはサテン生地で胸にオウシのロゴ、背中にオウシとリベラのロゴがデザインされている。ロードウォリアー、アニマル等がズバズパンツの上にリベラのジャンパーを着た姿で頻繁にメディアに 登場するようになり、外国人レスラーたちの間でさらに、リベラの知名度が上がってくると、初来店時に、特製ジャンパーを受け取ることが恒例あるいは、ステータスとなっていく。カナダで長期間にわたりリングで活躍していた、リッキー富士の話によると、海外で、リベラ特製ジャンパーを着用することに対し、私は、プロレスラーであり、日本にも来日したことがあります。 という意味合いを持っているという見解を口にしている。ステーキのメニューは、ニューヨークスタイルのステーキ1、日ポンド200グラム、1ポンド450グラム、横綱ステーキの640グラムがある。ヒレステーキの方は200グラム、300グラム、バダハリ450グラムと、日ポンド900グラムライス2皿、生野菜1皿の高橋マーサステーキがあり、各メニューにはコーンが添えられ、 ライスがついてくる。また高橋マーサステーキのメニュー掲示には、お一人様一オーダーでお願いしますと明記されており、一緒に来店した友人等と取り分けて食すことはできない。各ステーキのライスを大盛りにしたい場合は、プラス200円である。ちなみに、ライスのおーわりも同額の200円。リベラで定番人気の1ポンド450グラムステーキの 価格は3800円となっている。サイドメニューには、エローテ、生野菜、コーンスープがある。ドリンクメニューは、ビール、ワイン、コカ・コーラ、カラダスコやか茶がある。また、大食いチャレンジメニューもあり、30分以内に 500g のジャンボステーキ3枚と、大盛りライスを3杯完食すると料金は無料となり、さらに、賞金1万円が申請される。 ただし達成する難易度は高く失敗した場合はペナルティとして10.5円を支払うこととなる。2号店となる目黒店が下目黒にあり、五タ田店のオーナーの息子である山口敏彦が運営している。メニューの種類や価格は五タ田店とほぼ共通になっている。ありがとうございます。